どうも、西島くんの奥さんオタク、りょうです。今回は、ブレイキングダウン最強候補の一人である、ジャキ選手が、なんと、ブレダウン卒業を発表してしまったということで、ご紹介します。ブレイキングダウン。昨日動画出しましたが、ジャキ選手はブレイキングダウン 11.5 の試合のオファーが来て、大阪から東京まで移動するも、直前でお見送りの連絡が来て、何のためにここまで来たんだよ、とかなり不満を抱いており、後日、ちょっとめちゃくちゃすぎるな。あまりにもひどすぎる。人の時間平気で奪うのは許されへん、と怒りが爆発していました。ジャキ選手のこの発言については結構賛否が飛び交っていて、団体としてどうなのっていう声もあれば、それでも知名度を得てるんだからいいだろう、そこを乗り越えてチャンスをつかんだ者が成功するなど様々ですが、この件に関して伊原チャンピオンがチャンピオン目線での意見をくださいました。ジャキ君、これはダサいっすよ。選手大事にしてないって何を思って言ってるんですか。これは全員に値するかもしらんから分かってほしいけど、そもそも BD で得られる知名度考えたら、どんだけ雑な扱いされてもトントンだろう。全員生意気で天狗になってんじゃねえよ。ジャキ君含め、今こんな発言にちょっとでも賛否が出てんのは BD のおかげなんじゃないの。金の話なんて言いたくないけど、知名度ついて稼ぎ変わってないんですか。そこが全てでしょ。出なきゃ稼げなかったのを稼がせてくれたのが BD って分かれば、その対価に人の時間って考えたら当然じゃないとおっしゃっており、仮に雑な扱いをされたとしてもそれ以上のリターンがあるということを語ってくださいました。実際伊原選手は喧嘩自慢対抗戦の直後にガンダムトーナメントに出場するというハードワークを乗り越えて今の地位を築きましたよね。続き、それともし BD がジャキ君を大事にしなかったとしたら、それは正解だよ。こんな形で BD を落とそうとするやつを大事にする必要がない。俺は大好きな BD に愛されてて嬉しいよ、運営さん見る目あると、煽るような発言をしながらも、でも俺含め BD ファンみんなジャキさんの試合楽しみにしてますよ、にっこりと最後にはね、愛のある言葉を添えており、あざとさ全開といったところですが、これによって結構世論的にはそうだそうだ文句言うなみたいな風向きに変わっていたんですが、ここへ来て今回の件の発端である運営陣の総大将溝口 COO が降臨しました。伊原君の気持ちはとても嬉しい、ありがとうね。一方でジャキ選手に対する我々の対応について現場に確認したところ、ジャキ選手が不快に感じたり誤解するのも無理はない、我々に落ち度のある行動だと認識しました。ということで、ジャキ選手は実際どういうやり取りがあったかっていうのはおっしゃっていませんでしたが、溝口 COO が確認してくださったところ、やはり運営サイドに落ち度があったようですね。続き、ジャキ選手には直接ご連絡させていただきましたが、この場で改めてお詫びいたします。ですので皆様もジャキ選手に対しての誹謗中傷はお控えいただけたら、言い方わかんないと、ジャキ選手を含め我々にも見える形でお謝罪をくださいました。これに対しては上に立つ者として100点の振る舞いとも言われていました。そして最後、なおジャキ選手からはすでにとても温かい言葉を頂戴しておりますが、彼の気持ちに甘えないようチームで今一度話し合い、今後に生かしていきますと最後に添えており、ジャキ選手も温かい言葉返していたみたいなので、いやーよかった、運営とも和解してね、これからもよろしくお願いします的な感じなのかなと思っていたらですよ、翌日ジャキ選手がこんな投稿をしていました。残り少ない格闘技人生、時間というものにシビアになっていたとはいえ、不適切な投稿をしてしまい不快に思われた方々、 BD ファンの方々、誠に申し訳ございませんでした。全然そんなことないですよね。ジャキ選手が声を大にして発言してくださったことによって、溝口 COO の耳にも伝わって、これからより運営が改善されていくわけですから。続き、ここまで皆様に知っていただけたのもブレイキングダウン様のおかげです。本当に感謝しかないです。ジャキ選手は絶えずこの BD に感謝はあるという旨を伝えていて、これ義理人情ですよね。
いや平和に終わってよかったよかったと思いきや、最後自分は BD から離れます、ありがとうございました。いや離れるんかーいっていうね、てっきり完全に和解と言いますか、もう今後はこういうことはないようにしますので、この度は申し訳ございませんでした、あーまあそれならみたいな感じだと思ったんじゃないですか。まさかの BD お見送り事件からの BD お離れ事件ですね。いやほんとジャキ選手にはね、いろいろジャキ選手の人生ご都合いろいろあると思うんですけど、もう一回だけでいいから、もう一回だけでいいから戻ってもらうわけにはいかねえかな。ただジャキ選手はね、他の BD 選手と違ってブレダウを踏み台にしてプロの舞台に駆け上がるっていうのではなく、プロでの活動にブーストをかけるためにあえて1個下で戦うというね、逆パターンでしたので、今回の件がジャキ選手の今後のプロ活動について本当に正しい道なのかっていうのを考えるきっかけになってしまった、いやなってくれたのかもしれませんね。もうジャキ選手の名前は BD 界隈では十分に広まりましたし、もうすでに目的が達成されてるとも言えますよね。唯一言うなら飯田さんを倒すっておっしゃっていたので、そこは心残りかもしれませんが、いやーこれはね、ほんとかなり惜しい人材を失ってしまいましたよね。ジャキ選手一人いるだけで、もうその興行の対戦カードのレベルも注目度も全然違いますからね。ただジャキ選手にとってこれが最善のルートなのであれば OK です。ジャキ選手の今後のプロでの活躍に注目です。あと前回の動画で、ね、ジャキ選手は結局スパーリングして12のオーディションにも参加したっていう風に言ってしまったんですが、もうこの感じはもうオーディション行かれてないですね。大変申し訳ございません、大変失礼いたしました。これでジャキ選手も欠場が確定してしまい、強いよさんを含め実力派選手が足りているのかちょっと心配になってきましたが、ジャキ選手はその代わり出場をかけたスパーリング、そしてベルトというワードを置き土産としてね残してくれましたんで、これを当てにテキーラ80杯飲みましょう。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ザラメダザムランベザゼンゼンザラザナアゲルザラゼンゼンザラミナザラメダゼンゼンザラザラウェイカーザラゼンゼン。ミスバウス一切の境界線たちを目指目指す不安孤独退屈もブレイリンだ。君のイメージ通りそうとことんエンジョイしてだろう。君の運命は自分で選んでとことんリベンジしてだろう。好きなバターで作るベターで好きなラドで稼ぐ NFT 連れて行く遥か向こうへ頼ね、瞑想で。